それではいただいたメッセージご紹介しましょう。はい、テーマは今日。聞いてた条件と違ういということでございます。い条件はい、ラジオネームは酒は飲んでも飲まれるなさんですね。うん、聞いてた条件と違う。高校の部活の合宿場は白浜にあり、うん、練習後はビーチで遊べるぞと聞いておりました。うん、が、実は合宿場は結構な山合いにあり。 海に行くには片道1時間かけて行かねばならない場所でした。えー、こうでも言わないと1年生が参加しないので、殺し文句として伝統的に使われているフレーズに騙されました。なるほどね,あね。あんねあんね。クラブなんてそんなもんやね <laughs> 昔アルバイトでまあ北海道行って言ったやろ。あ,あ言ってたな、うん。あんでも北海道の大自然ですごく遊びますよ言ってお前な。リフトで40分ぐらい登って <laughs>、はい。 そこの宿舎止まらされんだけど、夕方六時だったら、そのリフトが止まんの。うリフトでいる、四十分いたら、歩いた、トイレ、山やね。逆に、隠りやん。そうやね。そうやね。隠りやね。だって、部屋が。逃げへんための、隠りやん。柵もあったから。うそこで、何のバイトだったんですか。えぬいぐるみしょうです。十九歳の時に。あ、それは隔離ですねはい 完全に騙されましたこちら伊丹市からいただきました10代の時にラウンジでホステスのアルバイトをしていたのですが、うん、面接のときにはお客様とダンスはしなくていいママがするとのことでおさ<ー>わ <laughs> りもなしと聞いていたのですが働きだしお客さんからダンスを要求されるとママは「まるちゃん行って行って」とダンスはさせられおさわりもされ話と違うやん。 とその店は早々に辞め違う店に移りました。おじさんとのダンスは本当に気持ち悪かったです。違う店行ったんかい。暗黙のなんとやらですね。ちょくちょくある話ですね。まあちゃんとしてるとこもありますけど、基本ので飲み屋さんっていうのは割とね。そうですよね。穴に<ー>なってくる。おさわ、ね、り禁止いうだってね。お客さん。幹夫の達人やなれが手出たしたらパア。払 <laughs> い落とせないじゃないですか。<laughs> あの客側やからな。客側。<ー>客側がどうするか。<laughs> そうです、ね。で、おさも触るなよそんなもで,でも触んね。 やっぱスナックとかさわしいなえ、ペンネームベンくんですね学生の頃うどん屋さんでバイトしてましたまかないの食事付きとのことで決めたのですがすうどんのみで天ぷら一つ入れたり白飯を食べると金がいるんですちょっと聞いてた条件と違うなのみシビアな確かにね天ぷらうどん送れって言われたら嫌かもしれいけど。 でもちょとねうどんとか、ね、ご飯もねご飯ぐらいはきつなんかまあ、まあ、俺もうどん屋の中学の時アルバイトしたけど結構中,中学頃ですかアルバイトやったけど<ー>口べらしのために <laughs> それが口べらしはね <laughs> うどん屋さんちゃんとくれとったでも昼めご飯ははそ,そうでしょう 学校も行かず働いてるわけでしょ。行っていっ,ってんねから中学校やから夏休み中とか冬休み中にバイトしよう朝から晩まで大変な最大へんの <laughs> もう給料日になったら鬼のような顔したおかんがね店の前に立って給料日ぐって <laughs> お前そんな鬼畜みたいにな話ちゃうね別に。 おかぶりしてね。こちらラジオネーム黒田さん一筋五十二年さんです。<laughs> ちょうどいいじゃないですか。五十二年で僕は。ちょっと待ってください。<laughs> はい、僕まで四十六歳しかな,ない。この方は五十二年です。五十二年俺一つじゃ無理でしょ生まれてないやから。だから七十なんかもし欲しい。そうですね。<laughs> からはい、え知り合いから水道メーター横の配管に磁石のようなものをつけるとすべ、うん、ての水がマイナスイオンを帯び風呂場にはカビが生えず浄水器いらずで永久的に続きお得よと見事に騙され20年風呂場はカビは生えるし、うん、水も何も変わらへん20万円もしたのに条件と全然ちゃうわ昔からこの水関係って意外と多いうガイドすごいですよね。うん 昔からああるよよねえすねねり結構とますす川口博さんです、ね、初孫が体重9キロになった時に娘から電話で子守りを頼まれて一人で昼前から夜6時まで行きました、うん、泣きはしませんが床に置いたりするとすぐ崩り寝たなと思ってベッドに置くとまたなく9キロの子供を8時間抱いていたら2日後に首と肩がすごく痛くなってきた話がちゃうと。 藤井藤くんも可愛いよ、う <laughs> ある話やなこれな確かにね、逆に放っててもええんですけどね藤井や,<う>やっぱり怖いんちゃうまあ、ほんま言うたら<ー>自分の子供じゃなくてやっぱりさ藤あのベテランの人の 子供さんいてはる人やっ例えば4人ぐらい、まあ、あんたどこみたいにおったら <laughs>、うん、もう最後はもう泣かすだけ泣かして<ー>素材悪いことしてんのにもう泣かすだけ泣かしてもう寝かすっていうやり口とりますよねですよねあの,あのベテランのそんで意味のない折巻を受け取ったそうそう,そう<俺>でもほんまにちょっとあんねんてね泣いてはいはらられないから絶対泣きやむ最後はもううわささ言うてもう泣かすだけ泣かしてよう寝かしてたわ <laughs> そういう寝かし方して俺が中学入ったらおかんが 給料取りに来た。最低やないかお前。<laughs> おおよそで話しすなよお前。人権問題じゃバカだね。無尻取ってね。<laughs> むしり取ってやれへんがな <laughs> え玉津。え友達も中に中二した小さいねい栄養価みたいなね。<laughs> それも母が作った演出やったりしますよ、ね。いやいやいやどういうこと、ね、こうより哀れを買うみたいな。<laughs> <laughs> 勝手なこと言うなお前は。<laughs> えラジオネームみーちゃんのママさんです。初めて夫の家に行った時はびっくりしました。大きいお家で。 マンション持ちでマンション持ちで、ちで<う>これは玉残しと思ってとつぎましたが、財産持ちは親であり本人は関係がないことがわかり、まあ、親もケチンぼうでした。<laughs> 玉残しの夢は消え苦労もありましたが、頑張って今幸せです。思っていたのと違いました。そっちの方が良かったんちゃう？今幸せでいるだけそう本当そうですよね。おやか持ち親がいちいち金も出すわ口を口も出すわ。あるよ。あるよ。年老で。 よ、あるお金出すイコール口も出てきますからねで子供さんの,その教育方針とかもいちいちね言うできたりしたら面倒くさいな、うんいね、どれなのさしてあげましょうかなんかちょっとなんか笑ってもったのが数度飲みやな「スードンのみ」やなわかるってことですか、はい、<laughs> いやわかるじゃないねなんか「ああそういう店昔アルバイトやよ」いったら飲食時あったらこんなんあったやんか弁当代200円いるとかさ あった、内ったよな。そうやった、肉体労働の。弁当付きやけど。ほんまに、激辛の鮭一匹とご飯。それが弁当。ありましたよね。三年で、ふっと懐かしい思いになったんで。そのようだ、弁買った。スードンの、弁君。逆や、お前、子供の時から、やばい、嘘をもった裕福やったよな。それは、ちょっと無理やなと思った。食べへんの。食べへんのが、やっぱ違うもん、買ってたね。そんなんするから、あかんね。弁君に三千円差し上げます。たくさんのメッセージ、ありがとうございました。